エフコラジオ起立気をつけ礼お願いします、えー、今週の終盤はまた吉真奈と えー、このラジオは普天間高校放送部が毎週日曜日11時から12時までの1時間高校生の日常をゆるーくお届けする番組です、えー、こ,この番組では、えー、パーソナリティを終盤と呼んでいますこれは普天間高校の終盤というシステムを真似したものです日直と同じものですが日直と違うのは1週間ごとに変わることです この番組のパーソナリティも一週間で変わるということで名前が決まりました、えー、この番組ではメッセージを募集していますメールアドレスはすべて半角で 797-fmginawan.com ですまた f m g i n a w ではツイキャスとユーストリームで映像と音声を配信しています FM ギナワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいツイッターも連動していますのでたくさんのツイートお待ちしておりますハッシュタグは F コーラジオですという <laughs> 決まりの流れが終わったところで本当に今日はドタバタしてしまった <laughs> ごめんなさいあのちょっとなんか今日ミキサーさんもちょっといなくて自分がパーソナリティ兼ミキサーな感じなんですけど しかもそしてあの本番5分前に到着っていうね <laughs> 申し訳ないです、すみません。えー、っとそうですね先週の終盤からの宿題やりますか <laughs> 聞きました、LINE でさっき聞きました、えー、っとですね自分の目標をですね情熱的に語るだそうです熱く語るみたいなそんな感じだそうです <laughs>。 目標,目標、私の今の目標はです、ね、あの明日までに、明日までにせめてあの大会に出すための作品,を作品を完成させるっていう、この本番、本番、何、1か月前、最週間前ぐらいかな、二度とのアポ取りおよびインタビューで、ドキュメントを作っているぶっつけ本番中 <laughs>。 <laughs> ナレーション担当の斎さんはどう思いますかね <laughs>。本当にね、この作り始めた瞬間から鼻声っていう悲しい <laughs> 悲しいさためが <laughs>、ね、<laughs> この後も一応、撮り直すよね <laughs>。ちょっとあのなんか 途中でいろいろあって録音機材変えたんですよ変えざるを得なかったんですよ、はい、そしたらめっちゃあの音,音質が <laughs> 違ってて <laughs> このなんかボイスレコーダーさんで撮ったやつよりも携帯さんの方が優秀っていう悲しみ嘘 <laughs> なんかね距離の問題なのかななんかすごいボイスレコーダーさんカサカサするしこもってるしへ、えー だから、その分を取り直すよ。頑張って。そんなに多ってなかったよ。半々だったよ。うん。結構、ある頑張ろう。頑張ります。あ、で、サイさんの目標かな。ないですね。え、あるでしょ。なんかこう、あるでしょ。なんか、何かうーん。欲望でも言うなんでも。欲望学校休んでゲームがしたい。 <laughs> まあ <laughs> あんまり目標にしちゃいけないやつだけどね <laughs> 本当にただの欲望だけどねそれはね目標あ<ー>疲れた開始開始開始もうんか4分ちょっとしか経ってないのにこんなに疲れるとは思わなかった、ええ、頑張れあすいません皆さんあの今日はね曲ないです開始 <laughs> 5分前に来たから曲はないですすいませんすいません もう本当に申し訳ないんですけど、まあえーと、それで、もう、あのね、いろいろ考えてると全くトークが浮かんでこない、3位 <laughs> <laughs> にバーツないどいてとか頼みたいけどね、ちょっとね、無理ですだ、ね、よね、思った、<laughs> もうなんか今、BGM が切れてどうしようとか思って。<laughs> でもなんかワイクから口離せねえぞとかこうすればいいんだ、かなりアホ <laughs> えーとねどうしよっかなちょっと後ろ、まあいいや、これはとりあえず今流しとこうこれが流れ終わったら吹奏楽に変えるわ <laughs>、はいまあ、なので今回はもうトークで基本トークで持たせていくスタイルでいきますはいトークで持たしてえーと まあ、CM の切り替えもはい CM みたいな感じで <laughs> この CM 後にためられる内容もないしね <laughs> まあねこのトークの先に驚きの展開がとかそういうこともないからね <laughs> 基本多分ないからそういうことはフリートークはうん10分まであとあと4分 <laughs> <laughs> 目標も一応終わったったら終わったしなどうしようかなうん軽く軽く今週の普天間に触れないぐらいの何か <laughs> 今週もうでも本当に今週はずっと作品作ってたからな,、ね、なんかそんなめぼしいことがあったわけでもなくなんか毎日作らなくちゃと思ってはなんか学校で部活を終えて帰ると8時みたいな、うん、ご飯たお風呂入って9時ご飯食べて10時もう寝ろみたいな。<laughs> まあ結局そこからだらだらしちゃってやらないまま時間が過ぎていくっていうアホな感じなんですけどまあ同じ感じなんですけどね <laughs> でもさえは家でやってること何もない分何もない分何もないけど何かやら,やらないみたいな <laughs> <laughs> いやうんだって何もないけど何もやらないのは普通じゃない何かあるけど何もやらないんじゃないのそうだね作品作成とかではなく普通にあれがあるよねなんか こう、なんだっけ宿題とかそそう腰を待つの宿題めっちゃ多いんだけどさわあなに一つ手をつけてないてあ一緒一緒、えー、一緒いこんなところで一緒って <laughs> 一緒ってあかんやろうっていうねだめ、はあ、な学生として一緒ってあかんやろうっていうねでもしょうがないよねえー、私たちだもんね <laughs> <laughs> もうちょっと 昨日なんかずっとこもって編集作業してて、まあ雨だったしね、<laughs> あうん、びっくりした、あんなに、あんなにだばだばと、<laughs> 今日う朝起きてねあの、窓の外が真っ白だったときは、出たくないな、家って、<laughs> <laughs> <laughs> これはややわーとか思ったけど、まあ、まあまあ落ち着いてくれてよかったと思う、うん。うん大丈夫か なんかさえいつもにまして口数が少ないけど眠たいですね <laughs> <laughs> そんなこと言ったら私だって眠たいわ昨日マーナナと LINE してる時にそのまま寝落ちしちゃったんですよ <laughs> じ,ゃあじゃあ早いじゃんか <laughs> めっちゃ早いこと寝とるやんか私編集して2時まで起きとんあ2時じゃねえか1時ぐらいまで起きとんやけども寝落ちしました <laughs> 寝落ちしたくせに眠いとかふざけたこと言ってんじゃねえイエイあ,あ まあ寝落ちしたっていうか、あれ、ただ単に何かあるって聞いて返答全く返ってこないという、ごめんなさい、別にいいんだけど、<laughs> まあ何かないって聞いた時点で、帰ってこないかなと思ったけど、何もないとか言われるかなと思ったけど、本当、何も返ってこない <laughs> <laughs> あまあ昨日いや真剣に考えてたんですよ、うん、考えてたんだ、考えたの、すやって、すやーって, <laughs> ーって <laughs> ー、寝落ち。 まあそ,うそんな感じでかあ、うん、考えたね <laughs> そう、前日に LINE で打ち合わせをするというこの切羽詰まり感、うん、やばい、きゃー、本当 <laughs> ね、でもまあ、そろそろフリートークの時間も終わりにさしかかってるんで、ここで一旦 CM、挟みます。<laughs> 挟みましょうそれじゃあ,あの 皆さん、聞いてください。CM です。って。 今週の普天間というわけで今週の普天間ですねツイキャスでもコメント来てるんですけど普天間高校インターハイはどんなだったのっていう感じでどんなでしたっけどんなでしたっけってみんな,なんかあんなすごかったやんはちょっとねみんながあのなんかうちの高校はですねなんかうんあるところが勝ったらまあこの平日に 応援行くよーみたいな、はい、みんなで応援行くよーみたいなノリだったんですけど、まあ、ちょっと残念ながらですねそこがちょっと敗退してしまいまして、はい、<laughs> それでみんなが超文句ぶーたれるっていう、まあ、そ別にその部活を責めてるとかではなく残念だったねって言っても <laughs> はい、休みにならんばーみたいな <laughs> そういう感じで別にその部活自体を責めてるわけじゃないんですけどみんなちょっとがっくりきてて、はい、でもなんかその代わりにねあのサッカー部がねすごいね躍進をしてたね。<laughs> すごいい勝手ってねそれで決勝に行ったらなんか土曜日に試合があるんだみたいなあー、うんまあ、決勝じゃなかったらなんだっけあれ、うん、木曜日だったっけ金曜日だったっけ金木曜日だったような気がするそんな感じがする、うん、あれう,ーんうんうんつい木曜日か金曜日ぐらい、うん、そうその辺その週末ぐらいにこのそのそ準々決勝っていうのかな準決勝かな、うん、準決勝 やっててそれを見に行くんだみたいな感じでみんなははしゃいでたんだけども、はい、<laughs> まあいけなかったね <laughs> いけなかった <laughs> このもしサッカー部が勝ったら土曜日に試合あるじゃんみたいな話になるじゃんうんでその試合ありよねってなったから、はい、でも3年生は土曜日もしあるぞみたいなあー どうするみたいなことになって結局3年生だけ木曜日に行くっていう <laughs> <ょ>12、うん、年生がなんでよみたいな決勝まで行くか分からんだろうとか言ってから <laughs> すっごいちょ,ちょっと軽くディスってるよね <laughs> いやまあ行くかもしれんけど実際分からんさみたいな感じでめっちゃ文句言ってて <laughs> まあブーブーしてたんですけどまあ、結局一応決勝には行ったんですけどね <laughs> 決勝には行ったんです決勝には行ったんですよっていうのは本当に なんか伝聞系なんですけど一回も見に行ってないんで <laughs> この決勝土曜日にあってちょっと残念ながらね那覇,、ま、那覇西でしたっけ多分那覇西にねちょっと敗退しちゃったんですけどまあ那覇に必要ですからねしょうがないですよね <laughs> 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 これでも大検討した方だと思います <coughs> そうそれでなんかこのインターハイのさ、はい、順位がさなんか総合成績っていうの、うん、すっげえ上がってなかった去年に比べて去年ないだっけ去年なんかね11位だった気がする マジで女子13位、男子15位、総合11位ぐらいだった気がする。マジかそうなんか目標になんか5位圏内とから3位圏内みたいなことを掲げてたから、うん、あれ、普天間高校、いつもこんな感じであの目標掲げてんのかなとか思ってたんだけど <laughs> ちょっとなんか、うん、卒業した先輩方にはちょっと申し訳ないけどあおうみたいな <laughs> <laughs> まあ一応、狙えるあれではあったんだみたいなこ、うんえー、としは男子が8位でしたっけ ぐらい男子が8ぐらいで女子が6で総合6位みたいな大健闘大、はい、健闘ですね一桁ですよ一桁一桁あともうちょっとで5本の指に入ったあ<ー> <laughs> なんかね案外に女子が強いよね普段もね、うん、男子はなんか割とすぐにああーって感じあ <laughs> いやまサッカーがサッカーは勝ったのは、うん、男子なんですけど <laughs> なんかえー、とた女子卓球だったっけ うん、もう優勝してたよね、うん、案外にみんな優勝してて、あすげえみたいな、すごいすごい。なんか <laughs> そ、この、あそう、今週の普天間はですね、あれもあったんですよ、野球部激励式っていう、あ<ー>この、まあ、甲子園選抜の大会か、あれは、うんうん、その選抜の大会に出る野球部を激励するよみたいな、そういう式が、まあ、毎年行われてるんですよ、普天間高校は。 まあそれでまただただになちょっとなんか野球部がわーって入ってきてこう誰々が選手ですよみたいな紹介をしてでその後このあれするって言うんですかこう意気込みを言ったりこの激励みたいな感じでダンス部がチアダンスを披露したりこのまあちょっとあれですけどこのちょっと試合に出れない選ばれてない方々がこのちょっと あ、すごいメガホンメガホンそう出てこなかった今 <laughs> メガホン <laughs> メガホン持ってこの応援しながらこう激励するみたいなそういう回なんですけど、うん、まあ、そういう回あれ何を言おうとしてたんだっけ思い出せ思 <laughs> い出すの私そうえーとえーと <laughs> あ,あ全然出てこない <laughs>、まあ、そういう激励式があるんです。 あうん、そ,うその前にですねその激励式をやる前に一応伝達表彰しとこうみたいな、うん、みんな集まるから伝達表彰をしとこうみたいな<ー>そういう流れがあるんですなんか一応先生たちが伝達表彰してから生徒会に渡しますみたいな感じで、うん、野球部激励式始まるみたいなそういう感じでやるんですけどこの伝達表彰でインターハイあれだったみたいなこうここが優勝したよとか。 そういうい表彰をしてたんですね、うん、そしたらあの新体操の部で,ですねなんか3つぐらい優勝してる人かな<ー>団体で優勝して多分部長さんだからもらってるんですけど団体で優勝してなんか個人のものでも優勝して個,個人の個,個別の種目みたいなやつで,優勝してなで2つぐらい優勝しててみたいなまだもらうおおみたいな <laughs> ちょっと驚きましたね <laughs> しかもなんか普天間高校に2位もいたよね。 うん、個人競技の2位もいて、なんかちょっと他の高校、ちょっと悔しいんじゃないかなって、思いましたね、うん、<laughs> <laughs> いやー、新体操、すごいな、ね、なかなか機会ないけど、なんかすごいな、<laughs> <laughs> あその野球部激励式といえば、ですねこの一応、メンバーに選ばれてたんですけど、うん、このメンバーに選ばれた子がうちのクラスにいるんですよ。うん、うちのクラスにいるんんですけどなんか その激励式の3日前かな、今週の、うん、火曜日かな、火曜日ぐらいに、ん水曜日か火曜日か、それぐらいに、うん、あの体育があって、ですねその男子バスケを選択してたんですけど、はい、なんか次の時間、帰ってこなかったんですよ、<え>あれとか思って、そしたら、なんかこう、なんか10分ぐらい遅れて帰ってきて、うん、あの、 教育実習生の背中に覚われててて帰ってきてえ <laughs> えとかなってたらなんか足ひねったみたいな「いやー足ひねった?」みたいな <laughs> すっごいなんかもう痛そうなんですよなんか氷で冷やしてー「やだー。い」えっと「えっ?」ってなってでなんかもうでも出たいからこの大会出たいから 秘密なとか言っ,ていや秘密なってさみたいなもうた立,て立ててないじゃんみたいな隠せないじゃんみたいな <laughs> いやでも今日の練習休んだらバレるから出ないバレるから出るみたいな<え>もうこのままで通すみたいな感じで実際本当に出てバント練習ばっかしてたらしいんですけどでも出るってええとか思って。<laughs> でまあ、翌日、一応なんか朝に病院か整骨院か整骨院に行って、うん、どうだったのみたいな話になったんですけどじ、うん人体伸びきってるって <laughs> <laughs> ちょっと待てよみたいなおばマジかよみたいな一応もうその時点では部員にばれてたんですけどなんか<え>い、けが人とか言われてめっちゃ <laughs> ちっふざけんなよみたいな感じでその人切キレてたんですけどいええーみたいな。<laughs> いやまあ確かに出た,、うん、出たいのはわかるけどみたいな、マジでみたいな、<laughs> そ,そこもおーみたいな、<laughs> で実際選ばれたからすごいっすよね、うん、もうなんか、病院に行った初日は杖つ,ついてたんですけど、うん、翌日、普通に登校してて、<laughs> もうなんか立てるみたいな、まあ、痛いけど、まあいけるいけるみたいな、<え>杖とかいらんし、気合いで寝らるし、劇レース式出出てっ出てった出てた出てた ショーと比嘉大河君って紹介されてたよ <laughs> 名前知ってるかもしれないいやーなんかびっくりしてマジでみたいな <laughs> あいつ出てるとか思いながら <laughs> あの放送部は行事を撮るのが仕事なんでビデオカメラを構えてたっていう追ってた <laughs>、うん、いやー驚きましたね気合ってすごいなって人体の節 <laughs> <laughs> そうこの激励式でね撮るのにもね苦労してね、でも、蔡さ <laughs> んないなかったら、ちょっと他の部員とやってたんですけど、あの今、なんか、富山高校放送部は、ですねビデオカメラを三脚に取り付けるための、固定する別の付属品みたいなものがあるんですね、うん、その部分をですね紛失してまして。 うん、すっげえガラガラするのね。<laughs> <laughs> どうやるっつって、うん、あもうなんか紐で紐で隠りつけるかっつって、うん、あのちょっと演劇部さんからね、ちょっとなんていうのこのビパラパリパリのビニールテープじゃないんだけどなん,だなんかそういうビニール紐的なやつをねこの借りてきて借りてきてっていうか、はい、もうその時には昼練行ってていなかったから、はい、そっと出て <laughs> なんかこうそれをこうやって二重にしてこうグッてめっちゃ結んで、うん、あの三脚で固定して、うん、でも当然のことながら固定したらさあれじゃん、うん、動けないじゃんこの横に、うん、触れないじゃんこの三脚は一応優秀なんで、うん、横に動かしたりとかできるんですけどそれができないと。<laughs> <laughs> まあそれができないということでですね、はいあの もう手で持って <laughs> 三脚いったかなみたいなでも一応置いてた時もあるんで行ったは行ったんですけど、はい、常にこう三脚をこうやって右 <laughs> 三脚持ち上げる <laughs> 右左みたいな感じで腕で動かすっていう <laughs> やばい <laughs> でも三脚そんな重くないんですけど <laughs> ちょっとなんかちょっと運動不足とかねいろいろあるんで左腕がプリプリするっていうでも結構ガタっていくよねそうあれ難しいい軽,い軽いっていうのかな軽すぎる あ思ったより軽くてそう思ったより軽くて思ったより軽くないみたいな,たいな,なんかこうび <laughs> あなんかそう微妙な食べるラー油みたいなね、うん、思ったより思ったより重くないでもちょっと重い三脚みたいなそんな感じなんですけど<で>それでこういろいろいろ一応ちゃんと無事に取り終えられたとは思うんですけど。うん 疲れました、ね、<laughs> う,んうんもうなんか <laughs> サイは普通に見てたからな <laughs> そういえばこの生徒会と放送部を兼任してる子がいるんですけど、はい、その子がね野球部激励式で走りすぎてね,ね熱中症で倒れるっていう、ね、大丈夫っていうね本当に過労気味の彼のことを心配しているんですけど「<laughs> <laughs> 過労気味めっちゃ過労気味だよ」ねなんでそうなっ。ててしまっったんやっていう えー、悲しみ <laughs>、うん、あ <laughs> ちょっと待って今ちょっと分構成を考えてるね<ん>ごめんなさいねあの本当に何の打ち合わせもしてなくて客もないし、うん、いつもと QC とか合わないからどうしたらいいんだろうとか思いながら進めてる状況 <laughs> <い>あでもこれうんいいや <laughs> 今週まあ今週の普天間でも大体こんな感じかな 他にあったっけなんかあったかな月曜日は月曜日は月曜日と月曜日火曜日火曜日なんかでも水曜日かなんかぐらいにあったねあのテストがあ、あ講演会あったじゃん講演会 <laughs> 講演会あったじゃんあ,あったね <laughs> そうその時も放送部はなんかあの普天間高校来年で七十周年なんですけどはいこの総立総校二十周年なんですいや違う間違った70周年なんですけど、はい <laughs> めっっちゃ減った <laughs> 70周年なんですけど、うん、まあそれでですねこうあれなわけですよ、うん、あれ講演会開くぞみたいな記念講演するぞ <laughs> みたいな感じでイラは市民会館でねちょっと記念講演をしたんですけど、うん、あのカリフォルニア大学うん 大学だったからな,なんかそんな感じのサンディーゴ校みたいな、なサンディーゴ校、そうサディエゴ校だね。<laughs> <No. S 1> っていうところからこのあれをあれをっていうか講師の方に来ていただきましたね。はい。それでえっとお話を聞いてまあなんかこの20世紀必要とされる人材とはどんなものなのかみたいな話を聞いたんですけど、うん、まあそれもですねあの放送部は取ってこいと言われてまして。うん まあでもあれだったんですよまた三脚に合うやつ見つかんねえみたいなまたか <laughs> またかっていうかこれの時が最初なんだけどマジか <laughs> これの時にないぞってなって、まあ、もうどうしようもないからつってガム手で固定するっていうあらわざをね <laughs> あの熱中症で倒れた子が見せてたんだよねほ <laughs>、うんと <laughs> すごいあの子 <laughs> 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 まあなんかその時間は結局高血高血っていうかまあ高血<え>その56、うん、時間から 帰りのショートまで高潔みたいな扱いになるのでなんか決められた人数以外はいけない感じでやってたんで、うん、私たちは普通に席で見てたんですけど、ねうん、でもなんか、なかなかちょっとあれだったよねあつ、うん、のが本場の発音だろうみたいなことをなんかすすごいいあれするっていうみんな笑うみたいを見 <laughs> このもうあちらで38年ぐらい暮らしている方でななんか、うんかあ,あれなんですよちょっと発音が本格的な感じなんですよ。うんあの YouTube とかなんですよ <laughs> あ本格的みたいな Google も g o g e なんですよ <laughs> あそうだねみたいなほんまほんまとか思うんだけどなんかちょっとみんなちょっとくすくすしちゃうっていうちょっとねしかもやっぱそなんかでも月曜日だったかなんなんか全体懲戒だったよね多分。うんうん でその時ぐらいから2年生の集まり悪いよみたいなことが起きてあ<ー>まあこの講演会の時もですねちょっとみんながうだうだしててすごいざわざわするよみたいなことでお叱りをり受けれまして、うん、ちょっと普天間こそ最近頼んできてんじゃないかなみたいな普天間背負ってんだぞおらーみたいなことを言われましたね <laughs>、うん、まあそれでですね2年生だけ金曜日の朝,朝をれるっていうあ,あれで あれだったよなんか集合をちゃんとしようねみたいな感じで、うん、懲戒を持たれるからそれに遅れたらあれだよって先生に言われた <laughs> <laughs> はいっつって <laughs> <laughs> ですよねって言ってまああれだったんですけど <laughs> ずっとブースいたんですけど <laughs>、うん、<laughs> その時もねあと、うん、まあ大体 こんでも今週結構さんだがさんだね、うんそう、講演会にあった日ですね、なんかん統一学力テストみたいな、英語だけの、あ<ー>そういうのもありましてね、なんかなんかすごい時間短くて、50分間で終わらせるからなんですけど、なんか筆記25分しかなくて、<laughs> なんか最初30分みたいな話だったのに、25分しかなくて、あれ 25分あったよね25分ぐらい、うん、みたいな感じで訂正されて「<laughs> えっ!?」てかなって最後の3問間に合わないっていう、うん、長文長文問題のラスト3問ぐらいが弱い状その1問前のなんかこのラストラスト長文,長文が長文2個ぐらい出るんですけど <laughs> そのラスト長文が全く間に合わなくて<ー>もう1問目は適当に勘で答えてなんかもう2問目は問問題文よ2問目から4問目は問題文読む暇もなく終わるみたいなああ<ー> <laughs> もうちょっとくそとか思いながらいやきっとまだマシあ,あれするっていうリスニングするっていう <laughs> まだマシだようんまあサイさんはうん <laughs> マークシート式だよ<超>マークシート式なんだよ <laughs> いやーマークシート式でなんか問題読むっていうのがちょっと面倒くさくて <laughs> そのまま最初の書いた答えを基準に適当に番号を振って <laughs> もうそのだからさ <laughs> サイ,サイコロ方式やめよう <laughs> <laughs> こっち1だから4かな321かなみたいな <laughs> みたいな決め方やめよう <laughs> そして全部終わった後に読み始めるっていう読め <laughs> 読むんやったのに読,読む時間がなくて残り5分ぐらいで読み始めるんだよもうもう受験までになんとかなんそうな、うん 頑張ろう頑張ります。というわけで今週案外に盛りだくさんだったね。うん、でもなんか本当に盛りだくさんだったんだけどラジオドキュメントやべえってことにしか頭になくてなんか何もあった気しないっていう、うん、驚きの時代。<laughs> <ー> <laughs> ラジオドキュメント <laughs> ああへ <laughs> 今日には終わって予定だったのにな。終わってないの終わってないよ。 マジかマジだよまだなんかインタビューインタビューした人のやつがあと2個ぐらい2個っていうか2人分ぐらい<ー> <laughs> もうやだ <laughs> 頑張れ頑張る月曜日までに終わらすようんじゃあそろそろ一旦 CM を挟みますかねはい、うん、じゃあ皆さん <laughs> CM の後はまあサクッと適当に作っちゃった新コーナーなんでお楽しみにしててください <laughs> <laughs> がもうちょっと来たって感じです実際そうだもんお母さんに必ず言われることがあるお前もっと喋れライブの動画を保存しますかとか出てきたんだけどあ一回あのしないでもう一回開始してどこ保存しない

まあと言ってもタイトルコールー <laughs> 正直曲も今さっさっと選んだやつだし <laughs> ないんですけどまあ一応のタイトルは <laughs> 春トークですね春トークあの某木曜十一時十五分にやってる某番組のよくわかんねえ <laughs> 木曜深夜深夜十一時十五分からやっているあれをあの トークの防線が2本のが本番組を <laughs> ちょっともじっちゃった感じ全く関係はないんですけどね字 <laughs> 面が似てるってだけなんですけど <laughs> まあ春トークといってもですねあれですなんか最近こんな感じのこが旬だなみたいな、うん、まあ季節の話題とか、うん、まあ世の中の、うん、世情については多分あんまりやらないと思うけど、うん、<laughs> まあ基本そういう季節に合ったお話し,していこうぜみたいな。 <laughs> お話ししていこうぜっていうか、おテーマにして話していこうぜみたいな、うん、まあ今回のテーマはですね、後ろに流れてるのが、三なのにもかかわらず、梅雨です。<laughs> はい、なんでこの曲選んだいや、なんかちょっとテンパってん、<laughs> CM、CM ちょっとしかなかったからテンパってん、わし、ちょっと、M、MC やりながら、ちょっとミキサーとか、ちょっと私にはハードル高かったんよ <laughs>。 ごめんなさい関,関西の方、ちょっと気分を悪くするような方言を使って申し訳ないです。今回は梅雨ということで、ですねもうあれだったんですよ、うん、沖縄はですね昨日昨日一日、はい、あれする勢いの大雨、洪水警報、バリバリ出るっていうた。 出出てた出てたた<か>携帯にインフォメーションが届いてめっちゃめんどいやずっつ <laughs> <laughs> って <laughs> うっせえよみたいな <laughs> もうマナーモードにしてるにもかかわらず震えでうるさいっていう状況ね、うん、<laughs> まあそんな感じで超出てたんですけど まあ、私ね昨日さっきさそのオープニングの方でも言ったんですけど、うん、基本一日中家にこもって編集作業してたんで <laughs> なんか雨でびしょびしょになったよとかそんなことはないんですけど <laughs> 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 あまあそれでまあ一応親,親,親とっていうか、うん、まあ昨日サクッと親にラジオどうしようかなって <laughs> 話をしてこ,のこれも決まって梅雨の時の遊び方とかどうとか言われて。うん どう,思うさえ梅雨の時の遊び方そう遊び方梅雨の時そう梅雨の時何するかなまあでも基本中じゃないと遊べないよねうん、ああえて水遊びそうちょっと思った私もさ <laughs> ちょっと今でもなんかさそういうのに憧れないことはないよなんかかっぱとか着て土砂降りの青なんか、ね、ひゃッハー!」みたいな長靴の中に水が溜まる勢いで遊んじゃうぜひゃはーみたいな、うん 気持ちはないでもないんだけどでもあれだからさもう高校生だからさ <laughs> そんなこん,こんな年でっていうのもあれだけどさ、うん、そんな無茶ををしたらさ風邪くちょっとあのなんか子供が風の子っていう言葉がね通用するのはねあの小学校中高年までだから <laughs> <laughs> 小4小四ギリギリぐらいだから <laughs>、うん、小5からはねちょっとなんかいろんないろんなストレスとかね課題とかなんか。うん 怒涛の社会の荒波にも生まれるから結果的に免疫力下がるっていう <laughs>、うん、事態に落ち,落ちるからね <laughs>、うん <laughs> はあもうあれじゃない体が冷えて風邪ひくっていうのはあれじゃない <laughs> もうこの間寝る前に冷凍の療をなくして <laughs> 22度で寝たさトさんには <laughs> よくわかるんじゃないから喉 <laughs> へやっちゃうっていう <laughs> そう喉やっちゃうっていう起きたら鼻声っていう <laughs> 明日かから収録しようねとか言ってた翌日 <laughs> 喉やばいみたいな <laughs> すっごい鼻ずるずるしてるみたいなマジかよとか、うん、<laughs> まあしょうがないそんな時もあるさ人間だものミツオね <laughs> まあ梅雨梅雨ねもう今もね全然晴れないよね沖縄はね、うん、青い空とかないよ灰色の空だよ、うん、<laughs> <laughs> でもさちょっと今日の朝,朝一よりはちょっと晴れてきたかな ね、ちょっとうっすら,うっすら青,青灰色みたいな朝はめっちゃ雨降って私が起きて窓の外を見て「ああ雨で真っ白出たい」みたいな「<laughs> やだやだ」みたいな「ちょっと窓に窓に雨当たってんじゃん」みたいなんかうちベランダがあるんですけど、うん、まあそこでなんかプランターを飼ってるっていう言い方を育てる。<laughs> はい なんかそういう植物を育ててるんだけど <laughs>、まあ、一,応一応水やりはねするけど結局忙しくてあんまりやりきれないみたいな状態がわりと続いたりするわけ、うん、まあそれでも強く生きてくれる強い子たちなんだけどめそれでねもうなんかその梅雨の時とか台風の時は外に出さないからあれだけど、うん、こうすごい風が吹きつけてくる時あるじゃん。 大雨であ,<ー>あの時にちょっと濡れるっていうちょっと貯水するっていうあ<ー>今日もなんかあなんかすごいいい感じに水あげられてる感じになってる <laughs> な,なんかごめんなとか思いながら <laughs> 元気に元気にやってくれよとか思った <laughs> でもね植物は雨水がいいんだよまあ正直それはねうんまあいろいろ ああれもあるけどね環境問題的な時もないでもないけど、ね、まあ基本雨水がいいっちゃいいのかなあとはまあそうだね、うん、水道水ってだってカルキとか入ってるしねさすがに水槽に入れるとかだな私もね食事にかけるのにいちいちカルキ抜きとかしないもんな、うん、まあそういう意味では今回の雨は良かったのかもしれないと思うよ、ね そう、沖縄はですね。なんかこう内視と比べて山もないし、川もないんで、うん、ダムがちょっとあるかな。ぐらいなんで、うん、結構速攻あちょ大丈夫。ダムみたいな。<laughs> 断水するのするのみたいな雰囲気を漂わせるんですけど。そうそうまあ、今回はね。ちょっと梅雨があれ、23日じゃ終わっ。わっ。わみたいな感じの雰囲気を漂わせつつ、ちょっとカムバックしてきた感じなんで。うん それは良かったかなと思います <laughs> 思いますもう暮らしイトももう,もう今年は断水するんじゃないかな今のうちに水かっとくべきじゃねみたいなこと話したマジでうんうんよかったよかったちょっと大,大雨洪水警報出るぐらい雨降ってよかったわ <laughs> 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 ちょっとダムに溜めとかないとねでもね太陽もあるからすぐ蒸発しちゃう <laughs>、うん、蒸発する蒸発してねなんか こう台風が来てくれないと本当に死ぬっていう <laughs>、うん、台風はですね、まあ、結構塩害とかもひどいしあれなんですけど、うん、困ったものでもあるんですけどでもあのそういう水事情に厳しい沖縄にとってはですねかなり重要な、うん、なんだろう補給源 <laughs> 補水源 <laughs> なんですね、うん、<laughs> だからちょっと,ちょっと台風をな待ち望みにするところあとなとかたまに学校も <laughs> そう学校休みでーみたいながんばんがんばみたいな来ないかな来ないかなって <laughs> そうそうでもなんか去年ね去年の台風土日ばっかりだなねえちょっとテンション下がるわっていう来たとしてもなんか午後から学校とか言われてそうそうそう午後から学校とか交ぜたりみたいな, 2>, <laughs> なんか2時間だけ学校するみたいなもういいじゃんみたいなそう <laughs> してよーみたいなうん まあなんかお親にバス会社がや止まったらあ,のあれも止まるみたいな話をされてこの学校も休みになるみたいなことを言われて、うん、それからはバス会社休めとかそれでも暴風警報が出てないとさ基本だめなんだけど、ね、うんでも一回心折れたのは小学校の頃、うん、なんかね まあ、台風が来てますよみたいな感じで、うん、でもまだ暴風警報出てないから普通に学校行ってねみたいな感じだったわけ、うん、で私結構家親から送ってもらってたから、うん、なんか学校の校門まで1 0 0ルくらいかなの駐車場まで送ってもらって、うん、そこから傘さしてみたいな感じで登校したわけ、うん、そしたらこの50メートルくらいかなちょうど中ほどぐらいで。うん 泣くほどまで歩いたぐらいで傘がパーンってなって <laughs> <laughs> もうボッキボキに壊れて <laughs> 学校行く気なくすっていうね <laughs> 結局学校行ったの行かざるを得ないでしょ <laughs> もうなんかバッキバキに折れた傘はもうちょっと半泣きでしまって <laughs> もうやだとか思いながら学校行ってね結局なんか23時間受け取られたら暴風域に入ったので帰ってくださいって言われてねああ 最初からこせん <laughs> わしのわしの傘返せ <laughs> っていう気持ち <laughs>、うん、傘を傘を返してください先生言うて <laughs>、うん、まあ梅雨はねそんな感じでも沖縄の梅雨と台風ってかぶらないよねあんまね、うん,なんか梅雨が終わってから台風来るよみたいなああ<ー笑> 梅雨でザーって降ってああ降るなーってなってパーンって晴れて台風みたいな <laughs> おおうみたいな <laughs> そういう意味では落差が激しい、ね、で沖縄案外ね冬に天気が悪いんだよね、うん、冬は別にそんな太陽出ないしも夏に降ってみたいな <laughs> 冬はそんなにそんなに枯れないよねみたいな、うん しょうがない <laughs>、うん、沖縄の沖縄の正月は基本晴れないっていうなんかなかったっけあったっけ正月だったか九州は基本晴れないみたいなあれはある <laughs> あのえっとなんだっけブチち作る時に天気くないその日は必ず雨がとか <laughs> ああ まあだから結局、冬の初め雨みたいな <laughs> 年末年始雨みたいなそういうね、結構、ちょいとだったりする、ね、でもなんか、あんまり大みそかはあれだよね、天気悪いイメージないね、うん、あまあ曇ってはいると思うけど雨降るみたいなイメージあんまないな、うん、でも正月は雨降ってるイメージある、ちょっと曇りからのちょっと小雨パラパラみたいな<ー>、でちょっとなんかこう、面倒いなみたいな <laughs>。 初詣とかいいわ 3, 3日後でいいわみたいな <laughs> ちょっともう何か6日とか5日くらいに行くわみたいなねそういうのり、ね、ちょっと初詣で思い出したんだけど、まあ、全く強い関係ないしこの普天間高校のさなんか植え込み校、うん、門入って右すぐ右ぐらいの植え込みになんかさこの普天間神宮のさ、うん あの <laughs> 学習お守りがさかけられててさ <laughs> なんともいない愛称をたてわせているんだよねマジ <laughs> そう,そうえずっと結構ずっとえそんなの去年の途中か後半ぐらいで見つけてあああるなーと思ってまだあるわけ、うん、だからとりあえずあのもし今年が終わるまでもあったら、うん、もあの冬休みに入る前に持って帰って返す <laughs> <laughs> でも神宮に戻す初詣で、ね、ああ<ー> <laughs> <て>そして新しいのを買ってまたかけるかけないかけない <laughs> かけないかけないえけかけようぜやだよなんでなんで何か筋に学習祈願みたいなしないといけないんやよやややでわしややで <laughs>、うん、まあそう梅雨はねなんかあれだねこの、うん、雨雨そう雨を降ることをさ祈願して 祈願してるるタイプのさ、うん、あれがいることないなんか部活生ああ<ー>この外連で3キロとか走りたくないみたいなちょっとやだみたいな「雨降って,雨降ってるわい」とか言ってから「えー、もうやむの?」みたいな「<laughs> もうやんだらもう走るさ」みたいなあ「よくいる」<laughs> みたいない,いるよねい,いるいる見かける見かける <laughs> クラスに1人ぐらいはいるうん あの去年のクラスはねあの、ジョバレがすごいあれだった、こう、顕著だった、<laughs> <laughs> <laughs> ジョバレがなんか3、4名ぐらいいたんだけど、マネージャーも含めて、うん、この選手3名くらいが、うん、あっ、雨、雨みたいな言ってから、この掃除終わるあたりぐらいでやみなすと、あ <laughs> みたいな、<laughs> <laughs> この普天間高校、帰る前に掃除するんで、掃除してから部活みたいな感じ、うん、なんでもう、掃除のタイミングで始めると、 これも走る感じやんみたいな <laughs> はあみたいな感じになるっていう、ね、までも外走りたくないけどでもグラウンドだから雨はちょっとなーみたいな部活でもいるハンドボールコートとかすっげえ水たっぱだわんな<ー>な,んかなんか雨のたびにマネージャーたちがさこうちりとりに水を汲んでさ、うん、こう掃除するっていう様子を見てる気がする <laughs> まああれだからね水はけ悪い、うん、沖縄赤土だからね水はけがめっちゃ悪い<え> <laughs> 水はけ悪い上に飛ぶっていうなんか救いようのない土 <laughs> パイナップル育てることにしか向いてないんじゃないかみたいなあと焼き物焼くこととかみたいなマジででも赤土がないと多分あのナ琉球瓦の,の色とか多分出ないと思うんだけどうわ 大丈夫,大丈夫 <laughs> 今、さえさんのヘッドフォンがガッて <laughs> ガッてなっちゃった。<お>まあ、なんか、うん、でも、じゃかじゃかしてる運動場は結構きつい。うん、まあ、乾燥しきってるのもちょっときついけど、程よく湿った状態が欲しいけど、そんな贅沢なことは言えないっていう。<で>しかも、乾くときね、表面から乾くじゃん。うん、表面から乾くと あれじゃん表面の粉が舞うじゃん<ー>結局みたいな <laughs> でもなんかちょっと踏みにじったらしけってるから座れないみたいなな、うん <laughs> ことも言えない気持ち <laughs> ね梅雨からだいぶそれできてるけど <laughs> でも梅雨早いからな<ー>沖縄はもう何もかも早いよねそういう意味で言うと季節の風物詩みたいなのがうん 1>, 1月にはもう桜咲くじゃんうん2月には散ってるし、うん、2月には散ってる <laughs> なんか4月ぐらいに桜フィアリーだからでも「葉桜」みたいな「<laughs> 超葉桜」みたいな「葉桜」も綺麗だけどさねえ、うん、んかしかもねこう1月だからさ、うん、こう桜の名所の八重岳ってところがあるんですけど、うん、八重岳結構沖縄で多分12にはあるそう高さなんですよ <laughs> 上までで登るじゃないですか、うん、めっちゃ寒いいみたいな <laughs> あしかもあれっすあの八重岳一応ハイキングコースみたいなないことはないんですけど八重岳の中にハイキングコースがあるだけだって登山道とかないっすよ <laughs> えまマジ基本ないっすよあの車でファーって上がってああ<ー>上がったみたいな <laughs> <laughs> 一応車のそばに歩道みたいなのがあるから、うん、そっからたどってやれないこともないけど、うん、結構そんな感じああ だからねなんか梅雨も早く来て<も>早,早く終わるみたいな、うん、むしろなんか沖縄って春あるのかなっていう気もするああ4月はもう暑いし暑いなんかまだ冬服とかざけんじゃねえぞみたいな今年 今年は一番暑かったっけうん、うん、今年すっご入学式でもうすでにみんな汗だくみたいな1。1年 <laughs> 1、一学期から夏服にさせてくれみたいな <laughs> う。おーみたいな。そうしたらその2週間後ぐらいにすぐもうな調整期間入りますみたいな、うん。あれはもう正直もうちょっと早くてもよかったと思う。今年はもう始業、うん、式から夏服でいいですよっていう決まりにしてもいいかなって思う。いやまあうん ちょ,っとないちょっと期間がないとあの1年生方が誰が先輩で同級生みたいな状況に陥るのは分かるんだけどさ <laughs> でも1年生が羨ましすぎてなんでこっちは暑いのにあっちは半袖で,でも OK ホントにねふざけんなよねと思って <laughs> ちょって八つ当たりなんだけど八つ当たりなんだけどさ <laughs> すげえくうみたいな <laughs> しかもクラスには冬服にジャージ履いてる人たちもたくさんいて 暑い見てるのが暑くて <laughs> 冬服にジャージってあれでしょうけじゃないなんかそう私たちはちょっとちょっとふくよかだからあれなのかもしれないけどさ、うん、クラスの女子の寒がり度は何なんだろうと思う <laughs> ちょマジかよみたいな <laughs> まず窓ぐらいは開けてほしいよね本当にまあ開けたところで風全くないみたいな日もあるけど <laughs>、うん、とりあえず換気ぐらいはという名目で窓ぐらいは開けてほしい <laughs> 本当にそれはまジ本当に思う。<laughs> まあそろそろ渋谷の時間も近づいているちょっと近づいているので本当だ。もう僕の時間。そう来週の宿題全く考えてないけどどうする来週の宿題何にするテーマはなんか喋らすなんかしゃべらすもんではあるよ。そんな動作でやるものとかじゃないよ。ラジオ番組だよ。じゃああれやる、えっと、早口言葉やる久しぶり、懐かしい。どうぞどうぞ。<laughs> 持なてない <laughs> 謎々の持ち合わせない <laughs> うーん早口言葉早口言葉の持ち合わせも正直そんなないよね <laughs> まあないよねじゃあテーマかテーマだね何がいいかな目的を持って話すとったからね我々うーん今回目的目的前は前分 <laughs> からん <laughs> その前その前も見てないんやわしらちょっと忙しすぎてちょっと 見てないんやで壊れた見なくっちゃとか思いながら見てないうん,うーん何がいいかな何があるかなうん好きな季節とかにする好きな季節好きな季節というよりはなんだろう好きな名物っていうかこう だ祝日祝日 <laughs> 祝日紅あでもなんか <laughs> あの関係ないけどなんか今年山の日ができたねっていう <laughs> マジでそう8月の真ん中に山の日ができたねい,いられよいやまあ私たちはいらないけど <laughs> 社会人になってからめっちゃ感謝すると思うのでまあ、祝日出勤の可能性もあるけどうん <laughs> 政権の先生がめっちゃ熱弁してたみんな夏休み中だからあれかもしれんけどもう8月で休みないからねって言って知るかよめっ, <laughs> めっちゃ主張してた <laughs> いいんじゃない別に海の日があるんだから山の日があったってまあねこの,この調子で顔の日とか空の日とか増やさ。あ分かった欲しい祝日とかは<笑><笑>ああそれはいいねど,どの辺にどの辺に何ていうんでこういう祝日が欲しい,、ね、欲しいみたいよしそれにしよう でももなんかもうそんなこと言ったらさちょっと毎週月曜日は祝日ぐらいにしと <laughs> 思ったりはする。ねえ欲しいよね。あの週,週4日でいいよ。<laughs> いやでも、あれん <coughs> こんな風にこの会えないとやべえみたいな時は週4日ってなんだよとか言うと思うけど <laughs> そういう、ね、ちょっ,とちょっと崩れちゃうん。でも、うん、本当それはもうなんかうん真ん中にあと1日ぐらい休み欲しいな。 あんまかにっていうか1日あのこの1週間のどこにどこにでも入れていいよみたいなやつ,やつな,んなんか月曜日に休むよし水曜日とか金曜日でもあるよみたいなそういうやつが欲しいそれがあったらあのなんかやばい時とか休む絶対3連休にする何があっても3連休にする 3, 4連休もできるんじゃん週1回休んでいいようだったらうん一応月曜日休みでその後も休みみたいな時だったらああ月曜日とか土曜日から月曜日あれとかうんいろんなねありありできるけどその時つらいよねでも今年のゴールデンウィークはマジであれだったねなんかこう<ー>取れる人にはあれだけどさみたいな取れない学校とかの人たちはそうそう取れない人はつらいみたいな <laughs> まあでもまだゴールデンウィーク休めてるだけお前ら恵まれてんだぞって話だとは思うんだけど <laughs> だからねゴールデンウィークでさえ休みじゃねえっていう人がたくさんいるから、うん、<laughs> それはしょうがないんだけど、うん、まあ本当にそろそろガチの締めの時間がつ近づいてきたね <laughs>、うん、まあうんでももう定型文読んでもなっていううん 来週の終盤は今日もね決まってない <laughs> で、LINE でさ呼びかけたよ呼びかけたけど誰もコメントしてくれねいんでえのっダッまあいいよサイエは直接言ってくれたからいいよ <laughs> サエは直接言ってくれたからいいんだよ<ー>なんか LINE のノートで「今月のラジオやりませんか?」みたいな感じでコメント募集ってやるんですけど 大概この前の日暮れになって誰かやれる人って言わないとみんなコメントしてくれないっていうごめんなさい,いやもう最後最後最初にた多分いつでもやれると思うとか言ってくれたからいいよもう、うん、<laughs> まあそんな感じでやっぱあのリーダーに対しての返事はちゃんとしてあげてねっていうごめんなさい部長からの <laughs> 部長経験してる方か,か,からのあの お願い <laughs> 視聴者の皆さん視聴者っていうか聴者の方々へのお願いあ、うんまあ、そろそろ終わりますので締めますかね締めましょうかね、まあ、お相手は又吉真夏と吉でした来週も日曜11時にお会いしましょう。